ウィリアム・シェリングはカナダの陸上競技選手である。彼はアテネオリンピックの男子マラソン金メダリストとして記録に残っている。シェリングは1900年代初めの世界的マラソン選手である。1900年のボストンマラソンでは東京のジャック・キャフェリーに次いで2位となった。また彼はハミルトンでのベイロード周回競争に2回勝っている。 彼は1906年のアテネオリンピックのカナダ代表に選ばれたが視力が乏しかった。シェリングはアテネへの旅費を調達するために何とか金をかき集めた。彼は泣けなしのその金をシシリーという名前の競争場にかけ幸運にも旅費を得ることができた。シェリングはオリンピックの7週間前にアテネに到着し現地の鉄道駅でポーターとして働いた。 本番のマラソン競争では、シェリングはほとんどすべてのコースで先頭を走り、2時間51分23秒6のタイムで優勝した。ギリシャのゲオルギオス王子は、最後の50メートルをシェリングに伴走した。シェリングには、生きた子羊と、女神、アテナの彫像が報奨として贈られた。シェリングがカナダに外戦した後、ハミルトン氏は5000ドルの賞金を贈り、トロント氏は、 さらに400ドルを送った。この外戦の後、シェリングは、間もなく、現役を退き、1942年まで、ハミルトン氏の税関で働いた。彼の死後、ベイロード周会競争は、ビリー・シェリング、メモリアル・ロード・レイスと改名された。ハミルトン氏は、この名高いアスリートの功績を記念して、ビリー・シェリング・パークを作った。この大会は、現在のオリンピック市では、 非公式扱いとされている。詳細については、当該項目を参照のこと。当時のシェリングの本業は、カナダのグランドトランク鉄道の車掌助手であった。この大会でのマラソンの距離は、41.860km だった。アスレチックスアットザ1906ラナサマーゲームズメンズマラソン2011年9月2日閲覧ラン。ありがとうございます。